寒い。なんか11月がさ、劇場公演の数が少なすぎて、私多分先月4回とかしか出てなかったから、そう、もう今月が、先月が少なすぎただけなのにね、今月がめっちゃ多く感じそう。決してそういうわけじゃないんだけどね。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。楽しみですね。こんばんは。最近はでも、もう冬コン、チームコンのリハとかで、そう、ちょっとね、忙しくてやばいです。頭がパンクしそう。ギフトありがとうございます。こんばんは。そう、11月は結構なんかのんびりしてたので、そう、結構のんびりしてたので、そう、そのかわ、それが、そう、それに慣れちゃって、そう、急に予定がポン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 って入ってくると、あーあーあああってなって、そう、やばいっす。こんばんは。ギフトもありがとうございます。すごい、クリスマスか、もう。やば。クリスマス？早くない？まだだって12月1日ですけど。あと2週間、3週間くらい、この背景ってこと。早っ。こんばんは。早くないですか、ちょっと。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。1ヶ月と少しで成人式ね。そう、私の、私っていうか、もう、おー、すごい、ありがとう、ギフト。人生においての一大イベントが待ち構えてますから、1月はね、そのためにもちょっと今月は食べ過ぎないようにしないと、気をつけないとですね。ちょっと気をつけながら生活します。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。12月の楽しみはいろいろあるけど、やっぱチームコンかな。今絶賛リハ中だし、とにかくセトリが好きですね、私は。それが好きですね。まあ、あれだね、ちょっと詳しくはまだ全然本番までちょっとあるので言えないけど、いや、本当に私の好きな曲ばっかりって感じだし、私がやってみたかった曲もやるし、私が好きな曲も入ってるし、そう、まあ冬だから、冬コンってだけあるから、まあ冬コン、紅白歌合戦ってなってくると、やっぱファンの方も想像できやすいかなって思うけど、やる曲とか。けどそれ以上のものをきっとお見せできるかなって私は思ってます。
個人的には。いや、本当 TMS はね、本当にファンの方を楽しませる気満々でいるので、一緒に楽しみましょう。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。12月7日公演入ります、ありがとうございます。結構なんかあれですね、公演行くよっていうコメント多くて嬉しい、ありがとう、楽しみにしてます。こんばんは、ギフトありがとうございます、ありがとう。ギフトありがとうございます、ありがとう。カラコンすることあります？カラコンはしないかな、めんどくさい視力もともとすごいいい方だから、なんかめんどくさいか、多分入れれん気がするな、怖くて。うん、まだ大丈夫です、なくて。でなんかするならすごいなんかちょっと色入ってるカラコンとかがしてみたいか。こんばんは。もう12月とか早すぎない？いや本当に早すぎ、マジで。早すぎますね。だってもう今月、今年最後ですよね。え、ちょっと早すぎですね。目の色はね、でも別に黒じゃないんだよね、多分茶色ですね。茶色、焦げ茶みたいな色、真っ黒ではないね。まあでもこう見たら黒に見えるか。そう、めっちゃ肉眼で見たら分かるかもしれない。肉眼で見ても分かりづらいか。そう、ちょっと茶色なんです。めっちゃ茶色じゃないけど、焦げ茶みたいな色。こんばんは。クリスマスツリーとか飾るの、いや家のどっかにあるはずなんですけど、おっきいやつ。もうそういうことしなくなっちゃったね、この家庭は いやあるっちゃあるんですよ多分。だってなんかちっちゃい頃とかなんかあった記憶がかすかに頭の中であるから、多分出してないだけですね。
や飾らないかなツリーは。なんかちっちゃいのでいいやって感じだし、もう免疫でめっちゃ見るから、もうなんか毎日見てるからさ、それでなんか事足りちゃう感じがして、そう、もう街中でツリーが出始めるとそれで満足しちゃうか、家にまでなくてもいいかって感じ。そう、免疫のツリーがさ、すごいめっちゃ大きいじゃないですか。見たことある方分かると思うけど、すっごい大きいじゃん。あれもう毎年かれこれもう7年とか見てるから、そう、あれを見て、そう、あれを毎日のように見てると逆にもういいなって思っちゃうね。家にまでなくてもいいかなって感じ。テーマパークのツリーとか、そう、この間見たんだけどめっちゃ綺麗だった。でもテーマパークのツリーやっぱなんか格別な感じがするよね。そう、またちょっとテーマパーク遊園地行ったんだけど、写真載せてないけど、またなんかいつか載せますね、時間があるとき。こんばんは。菜花の里行ってみたい。ああ、菜花の里ね、懐かしいな。菜花の里はいいよ、すごいめっちゃ綺麗です。なんかトンネルとか、一回見に行った時にちょうどね、なんかトンネルのライトアップがされるちょっと前に行ったんだけど、そう、なんかカウントダウンみたいなした記憶ある。ライトアップされる、めっちゃ綺麗でした。私なんかめっちゃ上から見下ろせるからすっごい綺麗だった。寒いけど、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。いやー、クリスマスは特にいいですね。街がキラキラしてし始めるからね、いいよね。行ったのゴールデンウィークだったけど、イルミネーション綺麗だった。菜花の里冬にしか行った記憶ないかも。ゴールデンウィークもある、それあるか。行ってみたいな、なんかそういう時期もいいですね。いいな、行きたい。そっか、な年中やってんの菜花の里って。知らんかった。ギフトありがとうございます。最近まで紅葉だったのにもうクリスマスシーズンなんですけど、先週ちょうど紅葉見に行ったんだけどさ、あれあれもうクリスマスやん、一週間も経てば。おかしいですね、早いですね、時間が経つの早いですね。こんばんは。イルミよりボーを見ます。私でいいんですか。いや、もう豪華さに欠けそうだけど。クリスマスはお酒飲むのか。クリスマスに限らずだけど、ちょくちょく私言ってないだけで飲んでますよ、ただ言わないだけ。
でもなんか飲むとやっぱ眠たくなるから飲まないでおこうと思って。そう、眠くなるの困るので、そう、もうやめようって思って。本当になんか心の底から飲みたいって思った時か、なんかそういう雰囲気、なんか場の雰囲気に合わせて、これはなんか飲むべき、乾杯とかする時に飲む方がいいかなみたいな時は飲むけど、もういいかなって思ってそう、眠たくなるから。そう、でもね、まだあれですね、いっぱいは飲んだことないです。たくさんは飲んだことないです。飲んでもほんの少しだけ。ギフトありがとうございます。ありがとう。梅酒作りましょう。なんか自分で作れるみたいなやつをさ、なんかで見てめっちゃ作ってみたいなと思った。梅酒こんばんは。季節になったら梅酒。あ、今季節じゃないのか。梅酒にも季節というものがあるんですね。ホットワインとかチャレンジしてみて。ワイン飲んだことないな。ホットワインか、おしゃれですね。なんかクリスマスマーケットとか行きたい。初めてなんか行ったことないけど、クリスマスマーケットとか行きたいな。クリスマスマーケットなんか毎年楽しそうだなって思うんだけどさ、行ったことない。ホットワインは普通のワインより飲みやすい。あ、そうなんだ。なんか普通のより、あ、そうなんです。なんかアルコール強いんかなとか思った。違うんです。いいね。こんばんは。いいな、クリスマスマーケット行ってみたい。横浜だと赤レンガ倉庫でクリスマスマーケットしてる。なんか見たことあります、インスタかな。めっちゃそう、横浜とかさ、なんかもう結局幕張メッセとかまで行く通過点でしかなさすぎて、普通に行きたいんだよな横浜。なんか街並みがおしゃれなイメージでしかないけど、なんか中華街とか行ってみたいし、横浜あんま降りなくなっちゃったからな。結局品川とか東京まで行っちゃうから、行きたい横浜。カレンガ倉庫か、すごい大きいとこだよね。いいな、行ってみたい。
そう、パシフィコ横浜でしなくなっちゃったもんね。したい。みなとみらいとかも横浜？そう、でもなんかね、横浜なんか普通にそっち方面行きたいです。今関東行きたい。関東行きたいですね。もうなんかずっとさ、江ノ島に行きたいって言いすぎて、そろそろ本当にそろそろ本当に計画立てていきたいんだけど、江ノ島。もう行きたい場所いっぱいあるね。江ノ島も行きたいし、京都も行きたいし、北海道も行きたいし、金沢も行きたいし、いやー、ちょっと行きたい場所が多すぎますね。体が追いつきません。ちょっと大阪にも行き、大阪いつ行ったかな、最後去年かな。大阪行ってないな。大阪お仕事で行かなくなっちゃったな。行きたい。去年ユニバに行ったっきり行ってないかも、もしかしたら。大阪ってなんかしに行くっけ。ツアーとかでも行ってないからな。大阪いいね。けど普通にたこ焼きとか買っちゃうんだけど、大阪、新大阪とかの駅でそう、普通にたこ焼き食べたくなっちゃう、大阪行くと。とかめっちゃ大阪行くとたこ焼き食べてる。絶対食べてますね。こんばんは。プライベートで一番遠くに行ったのどこ。一番遠くか、どこだろう。東京とかじゃないかな東京とかかな。もう全然なんか、あの、なんて言うんだ、有名どころしか行かないんだよね、行ったとしても。正確に言えば千葉だね。ディズニーですね。ディズニー最近行きました最近久しぶりに行きました。すんごい楽しかった。また行きたいです。またすぐにでも行きたいです。こんばんは。楽しかった、ディズニー。久しぶりに行ったけど、こんな楽しかったっけと思って。楽しかったです。戻りたいです。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。初めてあれかも、プライベートで行ったかも、ディズニー。プライベートっていうか、いつもなんか仕事終わってから行くとか、なんだろう、メンバーと、例えばなんか向こうでお仕事があって、次の日に遅めに帰るように新幹線設定していくとかしか行ったことなかったんだけど、初めて自分たちで新幹線とか取って行きました。そう、いつもなんかお仕事の合間になんか3時間とか4時間だけ行くとか、なんかそういう慌ただしくってしか行ったことなかったけど、結構ゆっくりしてたかも、こないだ行った時は。楽しかったです。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。今日は40分ぐらいに終わろうか。
メンバーと行った、メンバーと行きました。メンバーとしか行ったことないかもな、ディズニー。多分だけど、いいよねディズニー。こんばんは。何？ごめん。あ、びっくりした。キラ君が来ました。あっち行っちゃった。キラ君が来てくれたけど、向こう行っちゃいました。あ、なんか食べようとしてるか。まあいっか。多分大丈夫です。こんばんは。かわいい。ダメだよそれは。私の部屋に来ることあんまりないから、チラチラ散歩してますね。チラ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 気になるみたいです。あんまり私の部屋来ないんだよね。キラかわいい。そう、絶妙に私にだけ懐いてなくて、まあ呼んでも来るんだけど、そう、舐められてます絶対。キラ君何歳？何歳だっけな。結構でも長年一緒ですね。10年くらいは生きてるんじゃない？10年ぐらい。あ、もう多分私の部屋が嫌だから出ようとしてる。出ようとしてる。もう嫌だって思ってます多分。ごめんね。ごめんね。そう、今リビングに誰もいないから多分ね、連れてきたまま。出ようとしてるけど、もうこの部屋のドアは閉まってるので出れません。あー、すごいとこ通ろうとするね。ねえ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 、ちょっと危ないよ。ねえ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 、ちょっとちょっとちょっと。かわいい。チラ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 また動き出しました。なんか気になるのかな。うんって言ってる。かわいい。泣いてる。そんなに嫌なの？めっちゃ出ようとするんだけど、ゆずの部屋から。静かにして、静かに。かわいい。キラ君静かにしてって言ってるやろ。キラ君そこ違うよ。静かに。こんばんは。かわいいでしょ、鳴き声が。本当にかわいいんです。世界一かわいいと思う。静かにして。
さっきまで寝てたのに、なんで起きたん？そう、普段はこのお家にいなくて、そう、あのね、普段はこの家誰もいないんで、昼間とか、そうだから違うお家にいるんですけど、そう、違う、あ、おじいちゃんとおばあちゃん家にいるんだけど、そう、金曜日とかこういう明日休みだよみたいな日とかはいますね。だから毎日いるわけではない、だから帰ってきたらいるとかではないんですけど、ベッドに登ろうとしてる、ダメだよ。え、そう、めっちゃ静かなんです普段は。今ちょっとね、今ちょっとチラ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 言ってますけど、相当嫌みたい、すっごい出ようとする。何がいかんのよそんなに、この部屋で。あ、ほら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 、出ようとしてます。めっちゃ嫌やん私のこと。すごい嫌やん。なんで？めっちゃ嫌やん。うるさい。静かにして。静かに。お座りして。ギフトありがとうございます。ちょっとあれですね、だいぶここにちょっと前に来た時、まず尻尾がだだ下がってるもん。楽しくないんだよねきっとね、ここにいてもね。ごめんね。静かにしてって言ってるよ。そう、もう出たい出たいって言って、キラッ、お座り、そう、お座り、待て待て。キラ待てって言ったりし、キラお座りは。もうそろそろかわいそうなんで出してあげましょうか、この部屋から。そうだよね。じゃあもう終わろうと思います。ありがとうございました。いや絶対寒いんだよねこの部屋、めっちゃ震えてんの。ちょっともう終わろうか。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。気づいたらもう40分過ぎてたね。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ、またね、おやすみ、ありがとうございました。